はい、じゃあゲームイズタイプです。はい、皆さんこんにちは。というわけで、以前ね、ちょっと募集させていたアンケートでかっこいいキャラと、かわいいキャラね、まあ、それぞれのトップ10 の、アンケートをご紹介できまして、まあ、結果が集計ね、終わりましたので、ちょっと今回その発表していこうかなと思います。おー、いいですね。なんで本当に、協力ね、してくださって票をね、くれた方が本当にありがとうございました。じゃあ早速、じゃあかっこいいキャラトップ10からいこうかな。かっこいいキャラか、かっこいいキャラ、はい、じゃあまず10位からいこうかね、はい、これでもどうなんだろうな、結構まあでも、もうちょっと 上でも良かったのかっていう個人的に思ったりしましたけども、刹那、あーはいはいはい、すごいね、ここで刹那まだ入ってくんだ。そう、刹那まあかっこいいもんね。刹那は分かる、でもその、入ったらめちゃくちゃ分かる、その、納得できる、どこに入ってても出たばっかで取ったら1位って、1位だったね、めっちゃかっこよかった、確かにやっぱ性能も入ってきちゃいますからね、このランキングでも。刹那思うね、なんか刹那かっこいいね。あのなんか姿勢のイラストとかってあの当時なんかあんまりなかった気がするし、で欲しいってなるイラストしね、欲しい、いや、それ間違いない間違いない。まあ EX っていうのもあっただろうしね、そういうので強いし思い出の補正は、あれがあってね、補正かかってるだろ、めちゃくちゃあると思うけど文句ないですね、文句ない。確かにもうちょっと高くてもよかった、そうだからね、なんか、まあ、このトップ10に入ってもおかしくないかなと思うけど、でもあの古いキャラがここに入ってくるのはすごいですね。でもこういうのって絶対新しいキャラでもあるから、でも今回なんかね、あ、どう？そのかな、じゃあ9位、はい、いきます。坂本龍馬。あー、龍馬か、まあ、かっこいいですよね。かっこいい、でも、ザ・かっこいいって感じは龍馬する、人型のモンスターの中で1位なレベルだよね、でぐらいかっこいいね、龍馬はね、確かに、しかもなんかずっと昔から龍馬かっこいいって言われてるイメージがめっちゃ強いから、神官の時から人気だったし、絶対ずっとどっか強かったし、で、なんかモンスターのさ、なんか、もうその公式も結構龍馬使いがちじゃん、使いがち、なんかね、龍馬はほんと使いがちっすね、かっこいいイメージの時すごいあるから、重心化もしっかりイベントごとだったし、ね、フラパカなんかで重心化返したし、龍馬もめちゃくちゃ分かる、最初から優遇されてるよね。だって最初初めて重心化なんかした時あれですよ、アニメの中でサプライズ発表、そうだそうだそうだ、確か龍馬来たぐらいだから、そうだわ、相当っすよ。でもう当時クソクエって言われてたシャンバラぶっ壊してっていうのもずっと龍馬優遇されてる、そうやそうや、確かに。まあ、これも納得ですね、9位ね。8位、はい、これ結構意外かも、犬塚氏の。あー、いやー、わかるな、俺は、まあ、しかし好きだもん、低い、低い、低いっす、うん、まあ、でもやっぱめちゃくちゃ人気なんだね、やっぱり ね、あの人気投票でも上入ってきますもんね、やっぱ、確かに学生みたいなのが来て、いや、しのマジかっこいいと思う、本当にイラスト好きだもん、俺、ああ、イラストもな少ないしな、うん、人がもうなんかちょっとね、鬼滅っぽいっちゃ鬼滅っぽい、まあそうだね、なんか、ザ・王道バトルモンの出てくるようなあれしてますよね、あとアニメ、人気のアニメの幼女戦記のキャラに出るとか、うん、なんかいろんな理由あると思う、これはだから8位が犬塚氏が来ました。ちなみにあとね、ちょ、すみません、じゃあ同率でね、あとね、2体8体いるんですけど、これもいっちゃいますね、ルリ重心化、あー、かっこいいですね、かっこいい、で、次がガブリエル、ああ、はい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 、確かにかっこいいもわかるもんね、神化ベースは全部かっこいいもん、かっこいいっすね、かっこいいもんね、あの守護の方っすね、そう、なんて言ったらいいのかな、なんかくのいちか、ちょっとしたくのいちみたいな、分かる分かる、なんか忍者感が、確かにガブはね、どっちも入りそうっすね、かっこいいかわいい、重心がでも確かにめちゃめちゃかっこよかったもんな、めっちゃかっこいい、めっちゃかるし、ルリも、ルリはわかるわ、ルリはもうケイタロのイメージしかないっすね、ルリでもなんか確かにかっこいいってのわかるから、かっこいい、次、じゃあ7位も一応同率で2体いたんで、いきますね、7位、ヤマト重心化、はいはいはい、かっこいい、ね、確かに、もう俺も好きなの全部入ってるヤマトマジで、そう、もう1体がアルセーヌのアナーキーの、アナーキーね、これでも分かるわ、はいはいはい、おー、でも意外と女性キャラが入ってくのすごいっすね、いや、でもそうだね、ここそう、女キャラがいっぱい入ってくるんだ、まあ、確かにね、めっちゃかっこよく描かれてるもんね、女性キャラのこの辺は、めっちゃかっこいい、アルセーヌとかすげえスタイリッシュに描かれてるし、声もかっこいいし、7位は分かる、そして6位もちょっとね、同率で3体いるんでいきますね、まず1体目、モーセの、進化新春バー、あー、分かる、分かる、めっちゃ分かる、惜しかったもん、未だにあれが一番好きだもん、重心化してもあのイラストが一番好きだもん、いや、あれは本当にかっこいいと思った、すごいだけでかっこよかった、マジで新春のこれまで出た中でも、めっちゃかっこいいと思ったもんな、初めてじゃないかな、あの新春イラストで狙いに行ったの、ルシー以来、ルシとモーセぐらいじゃないかな、新春イラストをザ狙うって言って狙ったの、男性もそもそもそうだね、いやあれはめっちゃわかる、ほんとかっこよかったね、モーセ厳選終わったのにあっち厳選しちゃったもんな、
イラスト違いってこうだよなみたいな、うん、いや分かる、そうですね、新春とかってこうこれぐらいやっぱ変わってかっこよくなってほしいよなって、本当欲しかったけど、次で、まあ、同じ6位じゃないですけども、同時切りの神か、はい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 、かっこいいっすね、うん、かっこいい、めっちゃわかる、出た時からずっとかっこいいって言われましたもんね、同時期、同時期はね、確かにどっちもかっこいいけど、どっちもかっこいい、すげえわかる、あれっすよね、あの粗品さんじゃない方で、そうじゃない方、多分あのなんかシンメトリーで、うん、シンメトリー剣こういう風にやってるんですよね、なんか下にあるようなやつだとかかっこいいね、そしてもう一体6位、さくら重心か、あ、かっこいいね、わかるわ、これめっちゃわかる、みんな剣持ってんだ、みんな剣持って抜いてる、でもさくらとかは怖い方にも入ってそう、はい、なんか、ね、人気だし、なんかどっちも取りそうな感じあるけどね、いやでもかっこいいは分かるね、さくら、じゃあちょっとじゃあトップ5いきましょうか、うん、でも5位ね、うん、めっちゃ自分は意外だったな、でもなんか嬉しかった、なんか、あ、こういう感じでも入るんだみたいな、うん、いきます、はい、ディビジョン、あー、ディビジョン分かる、めっちゃかっこいい、うん、てか、あのシリーズの防衛さ全部かっこいい、でもそれは、うん、そうそうそう、あのシリーズは本当人気、それは分かるね、確かに俺も最近、あ、まあいや、1位終わってからにしようかな、うん、だからまあ、うん、なんかその、結構もう、結構形的には異形、うん、異形じゃん、なんか人でもないし、まあね、それも、ね、ザ・モンスターみたいな、うん、モンスター形でもないところで入ってきてるのが、まあでもかっこいいよな、ディビジョン、でもそう、ディビジョン、やっぱなんか色味がすごいね、うん、かっこよさ、なんか出してる感じあるもんね、というわけでじゃあ、4位いきます、はい、4位らへんはでもね、なんか納得するからもいるかな、エンマ神か、あーエンマか、エンマかっこいい、エンマね、読みとかが好きな人が好きそうだよね、あ、そうね、そうね、あの闇と特有のなんか雰囲気、闇落ち男性イケメンはちょっとずるいよね、うん、確かに、うん、わかる、まあ確かにエンマかっこいいわ、かっこいいね、うん、エンマも文句ないね、そうだね、エンマいたわ、そう、うん、エンマは一応4位、あいつ絶対入ってくるじゃん、はい、確かに、じゃあ3位、うん、3位もね、まあ根強いなっていう感じだね、はい、これいきます、ルシファー重心か、まあ、やっぱかっこいい、でもめちゃくちゃ、まあ、可愛いもかっこいいもどっちも備えてますから、ね、うん、入ってくんだね、やっぱいい、ね、ここらへんも不動っすね、うん、もうどんな、でも3位なんだって思いましたけどね、あーマジ、うん、自分さまだ3位なんだっていう感じでもあったけど、まあ確かにトップ5にはいそうだもんね、いそうっすね、ずっといそう、いたとしても、うん、でもこうあってほしいよね、まあ、ずっといるみたいなね、やっぱ熱いファンが、うん、イメージ通りではあるから、ルシニーはね、じゃあ2位、はい、これもちょっと納得かな、うん、なんなら1位でもおかしくなかったかもしれないですけども、うん、鬼丸、あ、そっちか、どっちかっていうと神か、はいはいはい、紐がね、めちゃくちゃ集まってました、鬼丸、1位はやつか、じゃあ1位もいきましょうか、はい、1位、バサラでしょうよね、でしょうよ、うん、まああれはちょっとね、うん、VTuber にいそうだもん、いや、わかる、わかる、VTuber にいそうじゃない、もうなんかそうね、うん、なんかの、なんとか無双とかよりも、うん、もうなんか VTuber とかの超イケボの人がリニューアルしたイラストでめちゃくちゃ出そうな感じはめちゃくちゃあるね、だから一応まあね、ワンツー、非属性のね、キャラがもでもこの辺が確かにね、すげえかっこよさ意識したイラストだったもんね、なんか声もそうだし、もちろんめちゃくちゃ強かったし、なんかバサラとか完全にイラストのテンションほんと違ってたからな、うん、これまでのなんかね、いやそうっすね、なんかもうか進化前ってか重心化前が超かっこよかった、あれはそうそう、かっこよかったよね、マジで、そういやでも意外性はそんななかったっすね、結構もうほんと順当にっていうので、ね、やっぱみんなかっこいいと思ってやつかっこいいんだって、かっこいいやつはほんとに全部入ってたって感じかな、確かに、でもあれっすね、俺パッとかっこいいって言われて浮かんだのが、うん、ダウト、あ、ダウトね、あ、うん、自分もでもダウト入れるな、俺も多分ダウト入れる、トップ5最近の1体だったら多分かっこいい、ダウトと、ダウトマジかっこいい、なおしろチャンネル、はい、というわけなんで、うん、ちょっとじゃあ一応番組編いきますね、うん、この11位以降っていうかね、あ、はいはいはい、うん、ギリギリ入ってた、この辺が何が入ってきたのか、うん、まあ、リボック神かとかね、あ、リボックか、これ入ってきた、はぁ、すごいですね、降臨で、うん、で、あのメガネのあれですよね、メガネじゃなくて、あの、あ、水属性のやつですよね、そう、ね、でも剣がね、でかかったな、だよね、剣になるんだから、そう、が、いとね、このやつ、あとノア、あ、ノアね、ノアかっこいい、うん、ここで出てきたね、アンチテーゼ、あ、テーゼ入ってんだ、入ってた、へぇ、で、ラグナロク、アーサー、あ、ラグナロク、で、ヨミ、あ、ヨミ、オーセン、コクウ、コンプレックス、コク、はい、あ、コクウ分かる、ね、あ、てか、あれも超良かった、あの、今回の、あの、カノンの接待クエで出てきたやつ、あ、あの、ルシ、なんだ、ルシフェ、あ、なんだっけ、コルネウスみたいな名前のやつ、そう、ファルシウスみたいな、そう、そんなやつだよね、あいつすっげえかっこいいと思ったけどね、あと確かに確かに、あの
あ、虚空わかるね。てか、接待劇究極最近超かっこよくない？かっこいいかっこいい、ちゃんとイラストなんかね、ついでっていうか関係性でちゃんと考えられてる感じするけど、コンプレックスもなんかわかるな、確かに。コンプか、コンプ以外だね。コンプレックスなんかイラストが変なかっこよさよね。俺エリミネーターとか入ってくると思うんですよね。あエリミネーターとか結構好きな人好きそうだけど、あれ確かに。まあこんな感じでちょっとね、漫画編は来ましたけれども、まあ以上がね、一旦かっこいいキャラトップ10になっております。はい、じゃあ次、はい、かわいいキャラトップ10、かわいいキャラいこうかなと思います。チャンネル登録わかりますわかりますこの君もなくなっちゃったから、わかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければね。